今ならビーレジェンド公式サイトで使える1000円オフクーポンをプレゼントしております。ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。皆様はビーレジェンド公式 LINE、こちらをねお友達登録していただいておりますでしょうか。こちらのね公式 LINE なんですけれども、ビーレジェンドの新商品情報やセール情報、キャンペーン情報なんかを最速でお届けしております。新フレーバーであったりセール情報、こちらもねメールでねご案内してるんですけれども、すぐにご確認してもらうことが難しい、そんなねお客様にぜひおすすめしております。そんなねビーレジェンド公式 LINE なんですけれども、 ID 連携がついに始まりました。 ID 連携って何っていう思う方もね中にはおられるかと思うんですけれども、簡単にね説明させていただくと、公式サイトに登録していただいているお客様の情報とこちらのね LINE の情報を、紐付けるっていうような形になります。このね情報を紐付けていただくことで、よりこうお得にねビーレジェンドのね情報を手に入れたり、公式サイトをねよりお得にね利用できる、そういったねメリットがあります。例えばですけれども、お客様の誕生日の月に誕生日クーポンが届くであったり、このね LINE 連携をしていただいているお客様だけがねご利用いただけるシークレット情報のね配信であったり、こういったね特典がね得られます。ですので LINE 連携しておくことで、他のお客様がもらってない特別なねご案内なんかもねさせていただくことができます。さらに今であればこのね LINE 連携をしていただいたお客様だけに、この公式サイトで使える1000円オフクーポン、このね1000円オフクーポンってなかなかないんですけれども、今だけですねこの1000円オフクーポンをプレゼントしております。このね1000円オフクーポンがいつまで続くかはね分かりませんので、ぜひねお早めにこの動画を見ている後にねぜひ LINE 連携をねしていただければと思います。このねクーポンなんですけど、3000円以上のお買い物で使える1000円オフクーポンなんで、例えばねプロテイン1個買えばほんと1000円引きでね買えちゃうっていうお得なクーポンになっております。普段からねプロテイン愛飲してるっていう方はねぜひ使っていただければと思います。こちらのね LINE 連携、どうやって行うのかっていう部分なんですけれども、少しねちょっと分かりにくいっていう方もねおられるかもしれませんので、実際にねちょっと今日スマートフォンを持ってきましたんで、ちょっと画面をね見ながら一緒にね LINE 連携の仕方を進められればと思います。じゃあ早速ねちょっとやっていきたいと思います。はい、まずねビーレジェンドの、ね、トップページに入ると、この状態で左上の方に3本線のねこうメニューのバーがあると思います。こちらをねタップしていただくと、下の方にねログイン会員登録っていうねボタンが出てきます。で、普段からねビーレジェンド公式サイトをご利用いただいているお客様は普段から使っているアカウントでログインしてほしいんですね。で、まだねもしかするとこちらのね公式サイトを登録してなかったってお客様も中にはおられるかと思います。そういった方はねまずこちらのね右の会員登録のボタンを押して会員登録の方を進めてほしいと思います。今日はねちょっと僕アカウントがありますんで、こちらのねログインからログインボタンを押してこちらのサイトにねまずログインしていきます。それでちょっとログインします。はい、するとねもう一回ページをね開き直してトップページに戻ってきたような状態になっております。で、このログインした状態でもう一度ね左上の3本線のバーを押していただきます。するとこちらの方にね、こんにちは〇〇さんみたいな感じでね表示が出ると思います。その下にマイページっていうページが存在しているかと思いますので、そちらの方をタップしていただきます。するとマイページの方に移動して、トップの方にはねマイページって書いてあって、お気に入り購入履歴っていうところがトップに出てくるかと思います。で、その下を見ていただくと LINE 連携で括弧未連携というような、ね、表示が出てくるかと思います。で、こちらをねこう
開けていただくと、この LINE 連携した時の、まあ、特典のね内容であったり、あの注釈がねこういろいろ書かれておりますんで、まあ、この辺はねこの冒頭で僕がまあ説明したことが中には書かれておりますんで、ちょっとここら辺は飛ばさせていただきますね。で、この LINE 連携をしていただく前に、まあ、重要なことがね2点あります。まずね、冒頭でもお伝えしたんですけれども、 B レジェンドの、ね、公式 LINE との友達登録が、必要になります。で、もう一個はね、もしね以前にね B レジェンドの、ね、公式 LINE を友達登録してるんですけれども、今の状態がブロックをしている状態になっていると、連携した時にクーポンがねうまく届かないっていう場合が出てくるんですね。ですんで、まずこの2点注意してほしいですね。まず友達 LINE を登録する、 B レジェンド公式 LINE と友達の状態にするっていうところですね。で、ブロックしている方はもう一度ね、ここのねブロック解除ボタン、友達登録ボタンがここにありますんで、ここを押してまずね友達登録をする状態にしてほしいっていう形ですね。ですんで、必ずこのね LINE 連携ボタンの上にある赤い注釈の中に入っているこのね友達登録ブロック解除は、こちらのねボタンを連携する前に必ず押してください。ここでまず友達登録を済ませていただくっていうのが一つ、ここを押していただいて、友達登録を済ませていただいてから、またねこちらのねマイページのページに戻ってきていただいて、この下にねあります緑の LINE 連携っていうボタンですね、まあ、ここに今ね1000オフクーポンプレゼント中って書かれておりますんで、必ず友達登録、ブロック解除してからこちらのね LINE 連携を押していきます。じゃあちょっと一回僕も押してみたいと思います。ちょ、で、するとこういった形で B レジェンドの LINE の方に飛んでいきまして、で、この認証ですね、連携を許可するキャンセルっていうボタンがページで出てきますんで、こちらのね許可するボタンを押していただければ LINE 連携が完了します。ちょっと実際に、ね、やってみたいと思います。よいしょ、はい、今 LINE の連携がね完了しましたね。で、 LINE のね連携が完了すると、先ほどまでマイページで表示されていた LINE連携っていうところのねページがもう一切なくなってしまうんですね。で、まあ、このね LINE 連携のページがなくなったら、連携がねうまくいったと思ってください。で、ちょっとねタイムラグあるんですけれども、このねマイページから LINE 連携のページボタンが消えてから、LINE の方に先ほどお伝えしていた1000円オフクーポンですね、若干のねタイムラグがあるんですけれども、LINE のメッセージでお客様の方にこのねクーポンコードが届く形になっております。若干本当に何回も言うんですけど、タイムラグがあるんで、ちょっと実際にうまく LINE 連携できたのかなって不安になるかと思うんですけれども、こちらのねクーポンが届くまで、お待ちいただければと思います。まあ、ちょっと駆け足になりましたけど、こういった形でね LINE 連携を、済ませていただければと思います。まあ、冒頭でもお伝えしたように、まあ、シークレットセール情報であったり、お誕生日クーポンで、お客様にね沿ったねキャンペーン情報の案内なんかもね定期的に届くとかと思います。ぜひね LINE 連携していただいて、B レジェンドでねお買い物をねよりね使いやすくしていただければと思います。またねぜひ次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。ぜひ LINE 連携してください。